5分、10分ぐらい。元気いっぱいすぎワンワンなので。ねえ、ダメ。ねえ、くるみちゃん、うん、みんなは今日お仕事とか学校ですか？くるみちゃん、昼休み？そっか、お昼、ちょうどお昼にできてよかった。うん、膝ね、結構ね、治ったよ。でもまだ赤い。やばくない？まだ痣の名残っていうのかなあって、なんか蚊に刺されたかも。無理、やめて。何でもさあ、舐めないで。噛むのも NG。 部屋に入れるよ。ダメ。あ、もう退散です。解散しました、くるみちゃん。吠えるかも。よいしょ。犬は蚊に弱いから気をつけて。気をつける、ありがとう、教えてくれて。ちょっとくるみと過ごす初めての夏。待って、どこで刺されたの？家？そんなことないよね。外？これを使ってるんだけど、見えるかな？このパウダーの粉の塗るやつ。これをさ、今くるみになんか遊ばれたから噛まれて、めっちゃなんかよだれが唾液がついてて湿ってます。ブラシ、そう、唾液付きなんだけど。本当に昨日さ、眠
くて寝てたので、くみちゃんを外に出してたんだけど、そしたらさやがさ寝てる間にさゴミ箱をいたずらしちゃってびっくりした、起きてから。好奇心旺盛。だから仕事だからまたね。え、待って、リットクマありがとう、ごめんね、めっちゃさ裏から鏡の裏から記憶がなくて、起きたらゴミ箱が荒れていた。なんかもじゃもじゃになってきた、トリミング行ってないから毛が抜けなくて、プートイプ、そう、サマークルミにはならない気がする。あちょっと待ってね、今メイクしてます。トイプはね、抜けない犬種だと思う。特にクルミは本当に抜けない。もうちょっとしたら顔出す。待って、さやさ何時からさ始めたっけ。28? 待って、もう10分経っちゃった。待ってね、うん、メイクしてるとさ真剣で無言になっちゃう。顔見たら仕事行く？なるべくお顔を出さなければ。柴犬飼ってるけどめちゃくちゃ毛抜けて大変。やっぱワンちゃん、猫ちゃんはさ抜けるイメージだけど、ワンちゃんは犬種によるんだね。ちょっと待ってね。さあ、絶対アイドルやめないで聞きすぎてずっと頭の中で流れてる。めっちゃ聞いてる。
うんしてる外。サヤのお家近くはね、そう一生ウーしてんの、何年も前から。うちのワンコ反応してる？本当に？なんかさ、聞き慣れない音とかにさ、ワンちゃんって反応するじゃん、物音に。でもくるみたんはこのうー音聞き慣れてるからもう無言です。なんか逆に違う音とかに反応する。なんだろう、吠えるよ。慣れてる。うん、くるみの声にも反応する。え、なんかさ、そうなの、なんか他の犬のワンちゃんのワンっていう声がにめっちゃ反応するから、そりゃなんか犬のね例えばなんか普通に可愛い昔から見てるなんかワンちゃんの YouTube チャンネルとか、あとなんかしつけとかの参考の YouTube とか見たりするんだけど、犬がワンって言うから反応しちゃって見れないんだよね、最近特に。そう、めっちゃ反応する。なんかすごいおこちゃん、確かにイヤホンしたらいいのかな。本当にどっちなんだろう、嫉妬なのか仲良くなりたいのか。なんか怒ってる、どこだみたいな。そうそう、もうすぐお顔出せる。本当にくるみは自分のこと鏡で見たことあるよ。なんか無言で見つめてる自分のこと。どういう気持ちって。顔かわいい。私かわいいって思ってるかな。待って、もうすぐお顔出せる。え、鏡見てもね吠えない、無言で見つめてる自分のこと。こんにちは。ちょっとアイシャドウまで終わらせた眉毛と、
通紹介ノーマルカメラなのにさやさんかわいすぎ。ええー、ほんと。でもアプリ使えないの残念。ビューティーカム使いたい。はや、いつも写真ビューティーカムで撮ってるからビューティーカム使いたい。13笑顔守ってね。そう、くるみは誰に会ったことあるかな。でも全然全員会ったことないし、幼少期くるみはめっちゃ結構メンバー会ってたけど、最近のくるみに会ってるメンバーは本当に少ないんじゃないかな。そう、ビューティーカムの iPhone カメラ使ってる。うん、でも大体のアイドルさんっていうか世間の方もかな、ビューティーカムじゃない。そんなことない。ちょっと前までユーライク使ってたんだけど、うん、お揃いしよう。なんか漏れますナチュラルに。画質がとにかくめっちゃいい。そう、大好き。ユーライクも画質めっちゃ良かった。あー、そっか。もうね、課金時点のユーライクじゃなくてブーティーカム。そう、20枚って少ないよね。うん、なんか薄いね今日前髪。こういう日もあり。前髪分厚いなって最近思って。でも好きだからアイドル前髪が。あんましないんだけど、こういうの。ただただノーセットなだけ。ゆずポン酢期待ありがとう、嬉しい。最近家めっちゃ好きで、お家大好きって気持ち。でもアウトドアなんだけど、お家めっちゃ好き。夜は配信しない気がする。仕事頑張ってね。そう、できないかも今日。そうなの。ねえ、そう、暑いよね最近。お、ちゅるちゃん、さやちゃんって何もしたくないなって日あったりしますか。あるあるある。もう何もできないって思ってめっちゃ寝てる日とかある。なんかすごいさ、なんかね、さやって自分でも自覚あるし、なんか手相占いかな、それ結構占い好きなんだけど、なんか占いした時に、なんだっけな、なんかアクティブな性格だけど体力ないみたいな言われて自覚はあったの。なんかすごい
外とか出かけるの好きだし、アウトドアのことするの好き、それこそ遊園地とかめっちゃ行くの好きだし、なんだけどなんか体力がないの。だからもうめっちゃ出かけた日とかは次の日一日寝てるの。そう、0100なの全部。だから一日中寝てる日とか全然あるよ。うん、5月ね、5月、バカリすぎてつらいねえ。なっちゃんが、なっちゃんもめっちゃアクティブなのね。でもなっちゃんはめっちゃ体力あるのでだし、さやよりアクティブなの。もう常になんか出かけてるイメージ。そう、一人旅とかもなっちゃんよくしてるし、なんだけど、なっちゃんがこの間さ、ちょっと疲れたって言ってて安心した。そう、休みの日だけど予定入れすぎて逆に疲れたって言ってて、え、もう分かるかもって。なんか一日一個だけ の予定のために外出るの嫌いだから、そうなら一日何もなくて家出ないで0100ですね。エブリン行ってきた。え、嬉しい、お揃いしよう。そう。で、出るならすべての用事済ませたい。ねえ、わかるよ。本当にわかる。うん。わ。1個の優先のためにメイクするのはね、本当にそうだよ。ちょっとアイライン引いてくる。本当に本当にそうなの。それはできない。でもくるみかまってほしいと思ってると思うけど、なんかおとなしい。本当に昼夜逆転のさやのせいだけどそうだから夜すごい元気で、本当に困っちゃうぐらい元気で、今なんかおとなしい。あ、もうなんかクッションにゴロンってした。谷沙耶との通信見返して配信も見えたね。頑張ってお仕事、またハート作ろうねこれやっぱ可愛い。シピシピウォンジョンウォーよ言い方、ウォンジョンよ。とシピシピのグリッターかわいい。そう、顔色じゃなかったやつ買ったけどかわいかった。
ってマスカラして、あ、涙袋やってなかった。ふんふん、お昼休み寝始めたの。うん、頑張って、ここも。またね。話したいことたくさんある。ねえ。話し会の8月だもんね、初日が。今週末だ、アルバムの話し会最後。今週末だよ、うん、ね、毎週イベントある。そう、アルバム最終日なのめっちゃ早くない？あのさ、あれも完成する、フレーム。なんかアルバム期間だとさ、あの通所のフレームが、そう、あの新しい、そのさやの直筆のメッセージになってるけど、さやはその9日間か日程の中で一つの文章になるように作ったので、そうなの、今晩試験頑張って。うん、確かに。この以上の円盤決まった。サイン会楽しみ。しかもさ、なんかいつもさ、なんだろう、イコラブさんとかさ、ジュイちゃんとさ、レコード会社さん違ってさ、こうノイミーのサイン会とさ、こうイコノイジョイのさサイン会、ちょっと仕様が違うからさ、なんか年に1回あの一言書く。イコラブさんとかジュイちゃんってさ、サイン会さ一言書くスタイルじゃないですか。そう、ノイミーはなんだろう、逆にファンの方がコメントくれて、こうお名前とサイン書くみたいな。そう、リミスターなのノイミーだけでさ、そうだから、なんだろう、そのメス、多分今年も、今までの形でいくときっと今年もだからさ、わかんないけど、なんかそのメッセージ入りのジャケットみたいなのって本当に1年に1回だけだから、ゲットしてくれたら嬉しい。うん、そう、1年に1回だけなの。確かにめっちゃ髪紫、本当にとてもとても紫さややんです。もうさ、去年の紫の髪は多分もう1回やりたかったから、もう1回やれたら満足だから、そう、もう多分一生やらないので、そう、この機会に、うん、
もう本当にでも本当に去年のイコノイジョイはいろんな経験させていただいて、サマチョコも歌わせていただいたし、もうなんといってもそう、あ、魔法使いも歌わせていただいたし、もうなんといってもポイズンガールをセンターでカバーさせていただいた、もう本当に思い出しかない、あんな可愛いミリニャさんの衣装向けさせていただいて、ポイズンだから円盤ゲットしてほしいし、サイン会来てほしいなの気持ち、待ってる。見れたの嬉しかった。私も行く。サイン会申し込みありがとう。嬉しい。前回待ってるね。サイン会って何日なんだろう。みんなに聞くスタイル。逆に教えて。8月11日。お、ちょっと先だったけど、あれだ。え、なに？くるみ吠えない、なにとか言って。そっか、確かにそのさ、欲割り終わって一番最初に話せる機会じゃない？9枚目よりも先に話せる。待って、それは来てほしい。谷瀬さんは8月11日の1部と8月23日の2部。確かにちょっと最短で話せちゃうから、明日の12時から受付開始。お、寝てるんですかってぐらいずっと元気なんだけど。そう、ドナルド笛。え、あのさやがワンって言っただけでも多分吠えるの、くるみって犬だと思って、でボン。かわいい。ボンボン。全然さ似てないワンのモノマネなのに、ワンって言っただけで吠える。山彦みたい。ゆうすけかわいい、ありがとう。くるみがだよね。くるみがかわいい。会話してる。声高い部分も反応するのかな。パン。
あ、しない。ワン。かわいすぎ。ちょっとね、ちょっとさ、犬にならないとさ、あれね、反応しない。うん、かわいい。で、ほんとにそりゃ YouTube 見てたら反応するよね。だって本物の犬だもん。さやのさ、偽物犬でもこんな反応するんだよ。もう犬の動画見てたら反応しまくりだから。トリート似合ってた、ありがとう。そう、かわいいワンって言いたくなっちゃう。マスカラします。ワンワン。ドナルドだよ。もうすぐ配信おしまいにする。あと10分ぐらいかな。ありがとう、今日も見てくれて。くるみ、そう、でも可愛いけどちょっと涙やけど、もうトリミング前で、まだ行かないけど、1ヶ月に1回ぐらいだから、ちょっと美女が、でも可愛いの。うん、前を切ったらいいのかな、量が多いのかな。ちょっとめっちゃ今瞑想してて、前が長いよね。で切ったんだけどな、昨日。かゆい、蚊に刺されてる2箇所。ノリノリめっちゃかわいい、ありがとう。嬉しい。マスカラもできた、完璧。ちょっとブソブソ髪は一旦いいや。大好きマシてる、やったね。
くるみ呼んでくる。スクショタイム。ちゅるちゃん、暴れん坊。ねえ、くるみ、口向いて。ばあ。もうダメだ、ちっちゃった。くるみ餌ない。餌作戦しよう。餌作戦。ちゅるちゃん、くるみ、チカチカ、くるみくるみ、くちくちくち、くるみ、くちくち、チカチカチカ、そう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 、あー、チカチカチカ、くるみこちこち、はいはい、お座りお座り、待って待って待って、違う、ちょっとスクショタイムしたい。くるみ、こっち。はい、お座り。待って。待ってで、くるみ、待って。待って。待って。できた。くるみ、お座り。お座り。あーて。おかえり。伏せ。待って。待って。よし。できました。ひよよめかわいありがとう。取れた？おいで。くるみ。くるみ。くるみおいで。おいで。おいで。お座り。お座り。お座り。おうて、おかわり、よし。じわねえ、ちょっと涙け直そうね、頑張って。さやのスクショタイム。おお、なんか来た。取れた？ありがとう。かわいすぎる。真顔ピース。じゃあ、ランキング。13位シロくん、12位フクのシソ、11位ミスト、10位十文字、9位マイチャ、8位東、7位セボ、6位ひよよめ、5位ゆうすけ、4位のりのり、3
3位ゆずポン酢、2位ジューサイ、そして1位リトン。ありがとう、ありがとう。あと3分ぐらいかな、でも20分ぐらいまで配信するね。もう餌ない。うん、お仕事頑張ってね。暴れ犬ちゅるちゃん、ちゅるちゃん、ちゅるちゃん、なんか太ったね。さやのために働くか、いい心構えだ。休みですが頑張ります。偉いよ、頑張らなくてもいいんだよ休み。ねえ嬉しかった、お昼から見てくれて。このさおもちゃさ、めっちゃ初期からあるんだけどさ、結構唯一と言っていいほど、うん、くるみに壊されてないおもちゃなんだけど最初の方持てなかったのに、今もういっぱい持ち歩いて大きくなったなって。そう、お肉のおもちゃ。アイス食べたい。何ヶ月、1歳0ヶ月だよお肉チョコミントのアイスがお家にあるからそれ食べようかな。うん楽しそう。みんな見てくれてありがとう。またね。ミッション？何何頑張ってくれるの？お、勉強頑張って。みんな午後も頑張ってね。ありがとう見てくれて。ではでは。またねー。バイバイさやでした。くるみつき。